じみのあの方かななんて思っております。初めてだよ。なので、うん、私から一つお題をいきたいと思います。怖いな、これ誰に向けて。リッスンが木曜日になったので木曜を使ってあいうえお作文を作ってください。木曜でお願いします。もう完璧な作品ができることを望んでおります。楽しみにしてます。最後まで頑張ってください。話だったんですけども、全然ダメみたいでした。アスカちゃん、ありがとうございました。